はい、騎兵最後の日です。これからですね、カーナパリに移動したいと思います。今回借りた車、日産のアルティマです。まあ比較的大きな車なんでね、ゆったりと乗られてます。ここから1時間から1時間30分ぐらい車でドライブします。はい、1時間のドライブの後ですね、カーナパリに到着です。今私たちは、カーナパリにあるシェラトンホテルの中の中庭っていうのかなを歩いてます。やっぱり騎兵に比べると街ですね。車の量も人の数も多かったように思います。ちょっとビーチの方へ行ってみましょうか。こちらがシェラトンの前のビーチですけども、ここ結構ねスノーケリングにいいポイントみたいですね。まあでもやっぱり家族連れがすごく多いなと思います。で、やっぱりビーチが混んでますね、かなり。はい、今日から3泊お世話になるここですね、バリーアイルリゾート、こちらに、今日から日曜日月火と滞在します。で、水曜日の日はお家に帰る日と。あいにくね、ちょっと雨降ってきちゃいましたね。これの建物はそうかな。はい、じゃあ中に入ってみたいと思います。はい、ではキーがありましたので中に入ってみたいと思います。ウェディかな、もうなんとなくウェディですね。中に入ってみましょう。はい、ではこちら1108号室ですね。綺麗に整えられてます。美しいですね。2ベッドルーム、こちらは最高の部屋ですね。またここでじゃんけん大会となるんではないでしょうか。こちらの部屋から見る、外の景色いいですね。では次のセカンドベッドルームの方へ行ってみたいと思います。なかなか作りが変わってますね。はい、こちら側はちょっと、暗い部屋で、オーシャンビハインドといったところでしょうかね。はい、そういうことで見えるものもあんまりよくありません。ね、こちらが一つ目のバスルーム、綺麗にリノベーションされてますね。ここはシャワーコーナーです。こちらが二つ目のバスルームで、こちらはフルバスですね。はい、こんな感じです。広めのキッチンなんでね、いいですね。じゃあちょっとバルコニーの方を出てみたいと思います。美しい、これが素晴らしい眺めですね。バルコニー用のファーニチャーも揃えてますし、いいんじゃないですか。こちらから見る方がまたこれも綺麗ですね。すごくいい感じだと思います。はい、じゃあこちらのですね、ビーチ、プロパティビーチへ行ってみようと思います。わあ、美しいですね。さっきまでちょっと雨降ってたんですけどね、すっかりと止んでしまいました。そして、大きく広がるエメラルドグリーンのビーチ、いいですね。そして、こちら側もこんな感じ、大きいな。
まあ、ビーチ、海そのものはそんなに、波が高いわけでもなく、まあ、騎兵の海と同じくらいかな。でもちょっとマーキーだな。多分これは、潜ってもあんまりよく見えないかもしれませんね。はい、はい、皆様こんばんは。今日は日曜日の夜ですね。はい、7月何日今日は、わかりました、セブンティーンってかなんかだと思います。こちらのですね、カハナという町に移っての最初の夜です。もう疲れてるんでね、今日は近くの本当に歩いて3分くらいのね、グリル&バーで買ってきました。見てください、ソーセージ。これがロコモコっていうものらしいですね。シーザーサラダ、なんとまあプーティン見つけちゃいましたよ。そしてフラットブレッド、フラットブレッドも美味しいですね。いやー、それにしてもね、こんな素晴らしい夕日を見ながらのディナーです。ではチアーズ。チアーズ。最高に美味しいです。